不安をワクワクにドラゴン先生です。今日の動画は私ドラゴン先生が現役の先生だった時に保護者の方からブチギレられた話をしたいと思います。この動画最後まで見ていただけるとなぜブチギレられたのか、そしてどうすればよかったのか、そうならないための具体的なアクション、これが分かりますので、ぜひ最後まで動画の方をご覧ください。それではいきましょう。では私ドラゴン先生がなぜ保護者の方からブチギレられたかということを、まずきっかけについてシンプルにお伝えします。それが算数のワークに付箋を貼りすぎたということなんですよね。これでもうちょっとね、分かりづらいと思うので説明したいと思います。私が小学校の担任をしていた時のことです。まあ、算数のワークっていうね、まあ、宿題があるわけなんですけど、その宿題がなかなかやれてなかったお子さんがいたんですね。そのお子さんに対して、まあ、僕はたくさんのやれてないページがあったんで、分かりやすくするためにですね、付箋をバーッと貼ったんですよ。15ページもしかしたら20ページぐらいあったんだと思います。でそれでお子さんを返した。そしてその後保護者の方からクレームが入ったわけです。なんて言ってキレられたのかというとですね、先生と、こんなに付箋が貼ってあったら子どものやる気がなくなってしまいますと。で実際にうちの子ももうやる気がしないって言って、もう家で全然算数のワークやろうとしないんです、どうしてくれるんですかっていう、そういうクレームだったんです。もうこれね、私の 100% ミスでございますので、ここで皆さんに私の失敗談をシェアさせてもらって、皆さんが二度と私と同じようなミスをしないようにしたいなと思って動画の方を撮影してさせてもらっております。はい。でですね、まあ、今回これね、大体まずなぜ保護者の方が怒るのかってことなんですけど、それは保護者のニーズに応えられていないから、もうこの一択でございます。で今回私のミスの原因はね、3つあるわけです。1つ目はコミュニケーション不足です。もっと保護者の方とコミュニケーションを取っていたら保護者の方から怒られることはなかったということです。例えばですね、私が取っていたコミュニケーションは連絡帳でした。連絡帳に、まあ、宿題がやれてないんで見てあげてくださいみたいなのを、まあ、毎日毎日だとちょっと鬱陶しいかなと思って、まあ、3日4日に1遍ぐらいずつですね、毎回書いていたわけです。送られてきた保護者の方見たらですね、あ、うちの子やれてないんだなと思って、まあ、やるじゃない、でやりなさいって、言いますよね。じゃあ家でじゃあどんな様子だったかっていうと、結局やれてないまま来てるわけですから、まあ、家でもね、まあやれてなかったんだと思うんですよ。もうやる気しないって言ってね。でそんな中、毎回毎回2、3時後にですね、保護者の方に、まあ私からですね、私からね、先生から、担任の先生から、やれやれ宿題やってないんだっていうふうにして、じゃあやらそうと思って子供に言ったらやる気しないって言うと。でそれが何度か何度か続いた最後に僕が取った行動は付箋をたくさん貼ってくるっていう行動だったから、そうじゃないでしょうと思いで、やっぱり保護者の方も、うん、怒れた。それはその期待、保護者の方のニーズというものがあったんだけども、それと違うものをこう担任が返してきたから、それが怒りという形で出てきたっていうまでなんですよね。皆さんね、やっぱ怒ったっていうことになってしまうと、その怒られたということにフォーカスしちゃうんですけど、そうじゃないんですよ。その怒った向こう側に何があるのかってことですよ。だから保護者の方からしてみたら、ね、もっとこうしてほしかったっていう思いが多分あると思うんですよね。そこの思いに普段からコミュニケーションしておけば、もっとね、聞けたんじゃないかなと。少なくとも怒られるってことはなく、このお子さんのために2人で協力していきましょうねっていう関係は作れたんじゃないかなっていうふうにして思うわけです。私のミス2つ目は柔軟性不足ですね。柔軟性、つまりその子に応じて柔軟に対応していくっていう力が少なかったんじゃないかなっていうことなんです。で、その子は算数が苦手な子でした。じゃあその算数が苦手な子に対して僕が取った対応は宿題やってこいだったんですよ。これって今考えるとまずいですよね。そのワークの中には基礎的な問題もあれば応用の問題まで幅広く載っている、そういうワークだったんですよ。なのにとにかく全部に付箋を貼ってこれやってこいって言われたら、それは子供だってこんなんできないよってなってやる気なくなるの当然じゃないですか。例えばですけど、この問題だったらできそうってコミュニケーション当然取って、うん、これだったらできそうだなって、当たったらこの問題だけでもいいからまずやっといてって、そうやって声をかけていける柔軟性、もしくはですよ、極端なこと言ったら本当に苦手なことだったらこの問題やらなくていいよと、1番と2番と3番と4番あったらね、もう1番と2番
もっと言ったら、もう2番のこの問題だけでもいいからやってきてごらん。そうやって柔軟に対応できていたとしたならば、もしかしたらその子自身やる気を持ってですね、あ、もしかしたら3番や4番もできるかも、なんていうふうにしてなったかもしれません。もうあまりに僕が雑な対応してしまった、柔軟性に欠いた対応してしまったせいで、子どものやる気まで僕が低下させてしまったっていうことなんです。3つ目のミスは、私の余裕不足です。やっぱりね、子どもたち、やっぱ20人、30人、40人といるじゃないですか。そうなってくると、一人一人に気を配るっていう余裕がなかったわけなんですよね。だから、もうその子だけじゃないんですよ、クラスの中で大変な子って。ね、ですよね、先生方もね。たった一人じゃないんですよ。いろんな子がいる。だからといって、目の前の子を雑に扱っていいなんていう理由にはなりません。ただね、ただ、もっと僕に心の余裕があったら、あと1分でも、ね、30秒でも、その子に丁寧な対応ができたんじゃないかなと思うんです。だ今回、ね、保護者の方にブチ切れられたっていう話をしましたけど、一番の原因は保護者の方のニーズに応えられなかったからだと思います。私のミスはですね、コミュニケーション不足、柔軟性不足、そして余裕不足だったなというふうにして思うんです。どうしていったらいいのか、これはですね、担任の先生こそ心に余裕を持ってほしいっていうことなんです。もう具体的に言うと、いろんな多くの仕事があるんですけど、それを断るっていう勇気も必要だっていうことなんです。私自身、たくさんの仕事をね、やることによって、私はやってるんだ、仕事できるんだっていうふうにしてね、思ってきました。その一方で、子どもたちにかける時間っていうのは確実に減っていってしまってたんですね。もちろん職員室にいる時間、遅くまで残って仕事する時間、朝早く来て、仕事をするってこともありました。それで僕はいい先生だと思い込んでしまっていたんです。一人一人の子どもに向き合う時間を作る、これだと思うんです。そして一人一人の子に応じたコミュニケーションを取ったり、時には柔軟に対応したり、そんなことができる心の余裕を持っておくことが担任の先生には必要だと思います。ぜひですね、皆さん、たくさん仕事を抱えるんではなくって、仕事を断る勇気っていうのものを持ってもらうと、ひいてはですね、お子さんに対する、子どもたちに対する接し方に心の余裕ができたり、またそれを通じて保護者の方と良好な関係を結べたりするよっていうことが、僕は伝えたいことです。今日の動画はですね、私がね、保護者の方にブチ切れられたっていうね、そういう経験から、ぜひ皆さんが保護者の方に切れられないように、もっと言ったら保護者の方にもっと好かれるようにするにはどうしたらいいかっていうことで、まあ、具体的には仕事を断ってでも心に余裕を持ちましょうっていう話をさせてもらいました。ぜひですね、この動画参考になったなという方は、チャンネル登録ボタン、またいいね、押していただいて、で、またですね、コメント欄なんかにもですね、なんか質問があったら、ぜひコメントをお寄せいただきたいなと思っております。以上です。ありがとうございました。またねー。